ホジャー・グレイシーは、ブラジルの男性柔術家、総合格闘家、リオデジャネイロ州出身、イングランド・ロンドン在住、エボルブ・ MMA 所属。ホジャー・グレイシー柔術アカデミー主催、ブラジリアン柔術4段、元ワン世界ライトヘビー級王者、グレイシー柔術の子祖カーロス・グレイシーの娘、ヘイラ・グレイシーを母親に持つ。父親は、 ブラジリアン充実家のマウリシオゴメス。黒帯になってから、充実、グラップリングの大会で一本負けをしたことがない。また、トップクラスの充実家の中でも一本勝ちが非常に多く2009年の世界選手権では、階級、無差別級の全試合で一本勝ちを収め2005年のアブダビコンバットでは8試合中7試合が一本、勝ちであった。 ホウス・グレーシーの黒帯である父親、マウリシオの影響もあり、幼少期より充実に親しんだ。15歳で、リオデジャネイロを離れ、サンタ・カタリーナ州で、いとこたちと練習を積む中で、ファイターになり、絶対に負けないと決意した。2002年のムンジアル・チャオビ無差別級で、ホナウド・ジャカレーを破って優勝し、黒帯を授与された。2003年にはイギリスで、 柔術普及に努めていた父親と共に、ロンドンで、ホジャー・グレーシー柔術アカデミーを開いた。2003年5月、アブダビ・コンバット 99kg 未満級において、1回戦で1998年の無差別級王者、マリオ・スペイヒーに勝利するも、準決勝でユノ・ラフ・エー・ネモにバックを奪われ敗退。3位決定戦では、シャンジ・ヒベーロに勝利した。2003年7月、 黒帯発のムンジアルでは、アブソルート級にエントリー、決勝まで勝ち進むも、同門の回しをクルーズに敗れ、準優勝に終わる。2003年10月5日、プライド武士道で行われた、日本 VS グレーシー5対5対抗戦に、セコンドとして来日。プライド参戦を希望していたが、プライドが消滅したために実現には至らず。 2004年7月のムンジアルでスペルペサード級で優勝を果たした。アブソルート級では、決勝でジャカレイと再戦、リードを許した後、腕ひしぎ十字固めでジャカレイの肘を脱球させながら、最後は組手を避けるジャカレイにポイント差で逃げ切られ、またも準優勝に終わった。ホジャーはこの結果について、リフェリーのミスジャッジと主張した。 2005年5月、アブダビコンバット 99kg 未満級において優勝を果たし、無差別級では、青木真也、ファブリシオベイウドム、シャンジ、ジャカレーからすべて一本勝ちし、優勝を果たし、モストテクニカルファイター賞も受賞した。2005年7月、ムンジアルデスペルペサード級オレンパー、アブソルート級決勝では前年と同じ組み合わせとなった。試合は、ジャカレーに、 終了間際にテイクダウンを奪われ、3年連続で準優勝となった。2006年4月、パンアメリカン柔術選手権に出場、スペルペサード級では、シャンジに敗れて準優勝であったが、同じ組み合わせだったアブソルート級決勝でシャンジに三角締めを決め、リベンジを果たした。2006年7月、ムンジアルでスペルペサード級を3連覇を達成。 アブソルート級決勝でのシャンジ戦ではポイントでリードしながら終盤にテイクダウンで逆転を許し4度目の準優勝となった2006年12月2日カナダで開催されたバダゴーファイトで総合格闘技デビューしロンウォーターマンと対戦グラウンドに引き込んで試合をコントロールし腕ひしぎ十字固めで一本勝ちなお この試合は11月4日にドンフライと対戦予定であったが、大会自体が延期になり、対戦相手も変更となった。2007年5月6日、アブダビコンバットのスーパーファイトでユノラフエーネモと対戦5から0で判定勝ち。2007年8月、ムンジアルのアブソルート級で決勝で同門のホムロ、バハルに送り入りしめて勝利し、クロービム差別級で初優勝。 5年越しの悲願を達成した。もともと、バハルは、同門対決を避け勝利を譲ろうとしたが、ホジャーが、無差別級の優勝者は戦って決められるべきだと、説得し、本気の勝負が行われた。またスペルペサード級でも4連覇を達成した。2008年3月5日、戦局旗揚げ戦線局第1陣の会場にて、戦局第2陣への参戦が発表された。 2008年5月18日、戦局第2陣で、近藤優己と対戦し、チョークスリーパーで一本勝ち。2008年6月、ムンジアルに出場。階級を上げた、ペサディシモ級では、優勝を果たすも、アブソルート級では、シャンジに敗れ、5度目の準優勝となった。2008年9月28日、戦局第5陣で、トラビスビューと対戦予定であったが、 六冠筋損傷により9月22日に欠場が発表された。正式な診断書などが提出されないなどの経緯などを踏まえ選挙区は厳重な処罰なども検討した。2009年6月、ムンジアルに出場。スペルペサード級とアブソルート級の両階級で優勝を果たした。2009年11月20日のションマ、ストリックホースチャレンジャーズに参戦予定であったが、 欠場となった。2010年5月15日、ストリックフォース初参戦となった、ストリックフォース、ヘビー・アーティレディにて、ケビン・ランデルマンと対戦。首相撲からの膝蹴りでダウンを奪うなど課題であった、打撃面でも成長を見せ、最後は、チョークスリーパーで一本勝ちを収めた。2011年1月29日、ストリックフォース、ディアズ・ VS サイボーグで、 トレバー・プラングリーと対戦し、チョークスリーパーで一本勝ち、総合格闘技4連勝となった。2013年7月6日、UFC 初参戦となった UFC162 で、ティム・ケネディと対戦し、0から3の判定負けを喫した。2014年12月5日、1FC 初参戦となった 1FC23 で、ジェームス・マックスウィーニーと対戦し、 パウンドで TKO 価値を収めた。2016年5月6日、ワン世界ライトヘビー級王座決定戦で、ミカル・パスタルナックと対戦し、片固めで一本価値を収め、王座獲得に成功した。ありがとうございます。